こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代百八さんの質問です。はじめまして、百八と申します。私は斉藤先生の動画のおかげで絵を描くことの楽しさに気づくことができた人間の一人です。いつも素敵な動画ありがとうございます。はい、こちらこそ見ていただいてありがとうございます。質問です。私にはとても絵の上手い友人がいます。彼女は二次創作をしていて5000人以上のフォロワーもいる絵師です。彼女とはイラストがつながりというわけではなく、学生時代からの友人なので普通に遊んだりするのですが、その際にこの絵柄古いよね、や自分たちよりも年上っぽい絵柄だよね、この画力でこのいいね数は多くておかしいよね、などと私に言ってきます。私のような絵を練習中の人間からすると、正直どの絵も上手いし魅力的に見えるので彼女の言いたいことが理解できないんです。絵柄も個性の一つじゃないかと思っています。私がこの絵師さん上手いねなどと言っても、何かしら否定の言葉が返ってきてしまいます。このことから自分もいい絵柄を目指さなきゃいけないのかな、どんな絵柄がいい絵柄なのかと悩んでしまっています。斉藤直樹先生のようなプロの方から見て、絵柄の良し悪しというのは存在しますか。ぜひ感覚を教えていただきたいです。まとまりのない文章で申し訳ございません。今後も活動を応援していますとのことです。はい、百八さん、ご質問ありがとうございます。絵柄の良し悪し、この絵柄が優れていて、この絵柄が劣っている、そういう絵柄のね、優劣というのはないです。ゴリッゴリの厚塗りの絵柄も、フラットなアニメ塗りの絵柄も、絵柄という意味においてはどちらも素晴らしいものですね。ただね、それはあくまで建前の話であって、物事を俯瞰的に見ている、なんだろう、言ってみれば少し関わりが薄い人たちの絵に対する見方だと僕は思うんですね。絵に対してがっつりと向き合っている人っていうのはちょっとね、違う見方をします。今から言うことはもしかしたら百八さんにとっては少し不本意な言い方になってしまうかもしれませんが、絵に対する本気度という意味ではもしかしたらご友人の方が、これ良くも悪しくもなんですけど、百八さんよりもかなり真剣に自分の身体をかけて取り組んでいる、そういうね、段階なんじゃないかと思うんです。僕ね、こういうことを言うときに、彼女はそういう人なんだという言い方をしません。あくまでそういう段階にあるんだという言い方をします。多分ですね、5年10年経ったらその友達も違った捉え方をするかもしれません。百八さんのようにどの絵柄も魅力的だよねっていう感想に変化するかもしれないからです。それはいいとしてね、少なくとも彼女は今他人の絵柄に対して荒探しをしてしまう段階にある。これはですね、ある意味プロ意識が高い人にとってはこういう言い方をしたら何なんですが、仕方ないことだと僕は思います。絵柄の良し悪しというのは本質的にはないんですけど、彼女は今絵を見るたびに、この絵ダメ、この絵のここ嫌いと言ってしまう。そしてそのことが理解できない百八さんは、なんかその彼女の態度に対して違和感を覚えてしまう。これがこじれてしまうとね、もしかしたらその友情が終わってしまうかもしれないので、一応ね、お友達の気持ちというのを僕が代弁したいと思います。なぜね、僕が彼女の気持ちを代弁できるのかっていうと、実は僕もそういう段階が確実にあったからです。もう結論一言で言っちゃいます。絵描きが人の絵を見てこの絵嫌いっていう理由はですね、理論で絵を描くより好き嫌いで絵を描いた方が早くクオリティをアップさせられるからです。というか、もっと言うと、理屈で絵を描いているんじゃ間に合わないんです。遅すぎて。これですね、実際に絵を見ながら解説した方が分かりやすいと思うので、僕の絵をね、例に出すんですが、僕がですね、31歳から33歳ぐらいだったかな。その期間が強烈にその感覚が強い時期でした。これが僕の31歳の時に描いた、積み木みかんちゃんのイラストです。この絵をね、1枚パッと見て、皆さん、どう思ったかは分かりませんが、僕はですね、この絵をパッと見てどう感じるかっていうと、なんかこの顔の周辺のあたりムカつくなって感じるんですよ。その理由として次の絵と切り替えて見てもらうと分かるかもしれません。僕が感じているムカつきを解消しようとすると次のような絵になります。はい、こちらが数ヶ月後に描いた同じイラストです。はい、どうでしょう、さっきよりも特に顔周り可愛くなった感じがしませんでしょうか。なりましたよね。でもじゃあ具体的にどこが変わったかってパッと見説明できます？どうでしょうか。何回かパカパカ切り替えてみると気づくかもしれないので切り替えてみますね。はい、パカ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 と
頭がねちょっと小さくなって、で輪郭もシュッとして、で上まつげ上まぶたが太くなって、口の表情もちょっと変わりました。これによって僕は圧倒的にみかんちゃんの顔が可愛くなったと感じます。ただですね、これ2枚がすでにある状態でビフォーアフターとして見比べるから直した後の方がいいなんて言えるんですが、元の絵1枚だけを見た時にこれじゃダメだ、もっと可愛くしないと、具体的にはそうだな、輪郭をシュッとさせて、で頭をもっと小さくして、目元はそうだな、まつげをもっと濃くすることによって目力をアップしようなんて判断できる自信、皆さんありますか？そんなことを理屈で判断できる人なんてほぼいないんですよ。だって書いた本人ですら難しいんですから。それにですね、クリエイターってこの1枚だけをゆっくりゆっくりと書いていいわけじゃありません。イラストレーターで言えば10枚ぐらい同時並行で絵を描いている時もありますし、週刊連載の漫画家なんてね、週に20枚ぐらい原稿を仕上げるわけじゃないですか。そんな状況なのにいちいち理屈立てて考えていたら生産がねもう到底間に合わないんです。じゃあね、僕がその判断をどうやって可能にしたのかっていうと、理論ではなく感情として解決するっていうことをしました。自分の基準に満たないアウトな状態を見た時にとりあえずねもうムカつくって思うように感情との結びつけを行ったんですよ。なんかこの絵ムカつくな、うわイライラする、アウトなクオリティの作品を見て心がそう感じたとしたら理屈関係なくその状態を解消しようとするじゃないですか。なんだかわかんないけどムカつく部分をムカつきを感じない状態にまで修正する、そっちの方がねいちいち理屈立ててアウトな部分をチェックしていくよりも早くクオリティをアップさせることができるんです。だから僕はこの時期ちょっとでも自分がアウトだと思う部分があると積極的に感情と結びつけてムカつく努力というのをしていました。ムカつく、だからそれを解消する、ムカつく、もっと改善できる、そうやって絵のクオリティの上限を無理やり上げていたんですね。これはね僕の想像なんですけど、百八さんのご友人もまさに30代の僕と同じような段階にあるんじゃないかと思います。自分の絵のレベルを引き上げるために自分の基準に満たない部分を理屈ではなくて感情と結びつけちゃって、あーこれダメ、これムカつく、うわこの絵柄フルキモってね、いや周りから見たらねめっちゃ怖い人ですけどね、ある意味ねそういうストイックな努力の真っ最中なんだと思うんですよ。まあだからってね彼女のことを百八さんが理解して許せるかどうかっていうのはまた別問題なので、それを受けてどうするかっていうのは百八さんの問題です。まあ、ですがね僕のことを思い返してみると、僕も彼女と同じように友達に向かってね、この絵さなんかモヤモヤしない、えどう感じる、えここで完成ってしちゃうんだやばくないとかね言ってました。まあ、言ってたんですが、でも別にそれはね友人に同意を求めていたわけじゃなくて、自分はそう感じちゃうんだけど、でも普通の人はどう思うんだろうってね、ある意味答え合わせをしていた感覚に近かったと思うんですよね。なので百八さんに僕からアドバイスがあるとしたら、気にせずね思った通りのことを伝えるのがいいと思います。ご友人は百八さんのことを自分よりもまともな判断をしてくれそうな人として頼ってくれている状態だとも思うので、自分のね素直な感覚を、えこの絵柄古いっしょやばくないとかね素直にぶつけてきてくれているんだと思うんですよ。まあ、彼女がねみんなに対してそれやってたら僕はちょっとその人を止めたいですけどね。まあ、そうじゃなくて百八さんにだけその態度なんだとしたら、まあ、僕はね経験としてそれは理解できます。だから百八さんも、え全然古くないと思うけど、てか普通に好きだよ私って返していいと思うんです。そっちの方が友人もね、あまともな感覚の人ってそう思うんだって参考になると思いますし、僕もねそっちの方が嬉しかったですね。次の質問です。20代 AAO さんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。いつも斉藤直樹先生に学ばせていただいております。今回は SNS 運用に関して先生からご助言をいただきたくメールを送らせていただきました。私は普段一時創作の絵や漫画を描いています。 X と Pixiv それぞれにアップしている状況で、 Pixiv ではありがたいことに全投稿を平均して数千から数万いいねをいただいており、フォロワーは2万人います。すごいですね。一方 X に Pixiv と同じ絵や漫画をアップしてもすぐいいねは10いいね未満でフォロワーも200人です。もちろん Pixiv に X のリンクはつなげています。なのになぜこんな差がついてしまうのでしょうか。先生がもし同じ状況にあればどのように対処されますでしょうか。ご助言いただけますと幸いです
とのことです。この質問に対する答えは意外とシンプルで、結論を一言で言うと、 SNS ごとの空気感や暗黙のルールを学ぶ必要があるっていうことですね。そうなんです。フォロワー数やいいね数って、実はその人の人気のあるなしよりも、その SNS の空気感に合っているかどうかにかなり左右される部分が大きいんですよ。あ、もちろんね、超有名な芸能人、そういう人は、ね、別ですよ。有名人がね、 X を始めただけでババババババってフォロワーが一気についたりする、そういうことは確かにありますが、それを自分に当てはめて考えてはいけません。ピクシブはピクシブ独自のアカウントを伸ばす時の作法がありますし、 X には X のアカウントの伸ばし方っていうのがあります。例えばね、 AAO さんがすでに伸びているピクシブに関して言うと、ピクシブでアカウントを伸ばすのに大事なのは、絵のジャンルと継続、そして何よりもランキングに乗ることです。絵のジャンルっていうのは人気の二次創作イラストを描くことですね。ピクシブは特に人気のキャラや人気の漫画での検索が多いので、まずは検索で表示されることっていうのは、いいねやフォロワー数を増やすためには非常に重要です。それと継続するっていうことも重要です。ピクシブは X と比べてフォローを外されることっていうのがそんなに多くありません。なのでその分、とにかく長く継続していればフォロワーは増えますし、それにつられていいね数も自然と上がっていきます。そして短期間でフォロワー数といいね数をアップさせたいなら、欠かすことができないのがやはりランキングです。ピクシブは1日ごとにランキングがあって、そのランキングに乗ることができると、このようにトップ画面に表示されるようになっています。1位からね、3位までトップ画面に表示されるので、これによってめちゃくちゃ閲覧数が得られるんですが、まあ、3位までいきなり入るっていうのは無理だとしても、デイリーランキングは500位まで表示されます。このね、ランキングに入ることができれば、それまでよりもすごく多く閲覧されて、フォロワーといいねの獲得につながりますね。じゃあ X の場合はどうかというと、今言ったことも大事なんですが、ピクシブと決定的に違うところは、頻繁にフォローを外されるってところです。これですね、自分自身の SNS の使い方を思い出してみるとわかると思うんですが、 X で誰かをフォローするとき、フォローを外すときってどういうときですか？まあ、付き合いとかね、知り合いのフォロー返しみたいなことはあるにしても、それ以外の場合、一言で言うと、自分の生活に役立つかどうかっていうのが一つのキーワードになってくると思うんですよ。あ、このアカウントいつも料理のレシピを投稿してくれて生活に役立つわっていうのが分かりやすいと思うんですが、まあ、そうじゃなくても、例えばね、漫画とかでも、あ、このアカウント毎日クスッと笑わせてくれる漫画を投稿してくれるから、ちょっとほっこりしたい時に役立つわとか、そういうのもあると思います。そうです、 X においては役立つと思われるアカウントのフォローは増えますけど、逆に言えば役立たない、あるいは嫌な気分にさせられると判断されたアカウントのフォローはもうガンガン外されるんですよね。これはですね、ピクシブにはあまりない判断基準だと思うので、そこが決定的にピクシブと X 違う部分だと思います。実際に見たわけじゃないので正確には分かりませんが、 AAO さんはもしかしたらそこを外してしまっているのかもしれませんね。アカウントを伸ばそうとするときには、こういった空気感の違いが SNS ごとにあるっていうことをちゃんと認識しておくことが大事です。ピクシブは伸びたんだから、 X にも同じだけ流入してくれるだろうなんて考えるのはちょっとね、考え方が甘いです。僕もね、 YouTube を始めた時、 X のフォロワーは10万人以上いましたが、 YouTube に登録してくれた人は最初はね、300人ぐらいでした。そのくらい別物だと捉える必要があるってことですね。はい、最後の質問です。10代かけるさんからの質問。斉藤直樹先生、こんにちは。いつもたくさんの動画に楽しませてもらっています。書くのが嫌になってしまいそうでも、先生のおかげでもう一回やってみるかと何度も机に向かうことができています。私は 1,2 年前ぐらいから SNS 等に自分のイラストを投稿しているんですが、なかなか伸び悩んでいます。というか、まだ一桁ぐらいの人にしか見てもらえないのが現状です。いいねはゼロの方が多いかもしれません。一瞬にして数万人見てくれ、いいねしてくれとは言わないんですが、この程度か、やっぱ下手か、でもこの人よりは上手いのになと落胆してしまうのが本音です。はい、最後いいですね。今現状業界で名を馳せている方々はもうすでに10年以上活躍していて、私も10年以上続けたらこうだと書き立ててはいるんですが、正直不安になってしまいます。個人的には他の S さんに対しては許せねえと思うほどの羞恥心は抱えておらず、あっても寝れば忘れる程度ですが、むしろ自分の物足りなさに目が向きがちです。ただ
何をすればいいのか全くわからないで悩んでいます。長々と語ってしまいましたが、漠然とどうしたらいいですかと聞くのはあれなので、ちょっと違いますが質問させていただきます。3桁でも4桁でもない1桁の無名絵師はどうしたら2桁に上がれますか。正直ファンアートはいい手だと分かっているんですが、それでもどうしてもうまくいかず、もしかして私自身が分かったつもりになっているんでしょうか。まだだいぶ漠然としていてすみません。何が正解だか分からずに手探り状態なので助言いただけたら嬉しいです。これからも応援しています。頑張ってください。あと先生の絵可愛くて超好きです。はい、超好きなんてね言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいですね。かけるさん、ありがとうございます。はい、一桁いいねの絵師がどうすれば今後二桁に上がることができるのか、そして三桁四桁と進んでいけるのか、そのためにはどういう行動をすればいいのかという質問ですね。そうですね、僕から言えることはちょっとね期待からは外れてしまう答えかもしれませんが、言いますね。今はいいねを気にせずにパズルのピースを集めるように興味があることにいろいろと手を出していってみてくださいってことですね。はい、もうねあえて言います。いいねを気にするのは今は全くの無駄です。はい、これなぜかというと、一桁しかいいねを取れない状況っていうのはですね、そもそも完成したパズルを作ろうにもピースがねもう足りなさすぎてパズルが完成させられない状況だからです。もうねこの状況ははっきり言って無理ゲーです。そんな状況でね、じゃあ次は10いいね取るぞなんて意識したとしても、まあもしかしたらね工夫次第でそれを実現できるとは思いますが、その努力はですね全く本質的ではないんですよ。そんな細かい努力よりも、あ、この表現面白いな、やってみようとか、あ、このキャラクターいいな、デザイン取り入れてみようとか、漫画も興味あるな、やってみよう、アニメもいいな、チャレンジしてみようとか、そうやって新しいことにガンガンとのべつ幕なしにチャレンジしていった方がかけるさんの目指すところに到達しやすいと思うんですよ。いいねを気にすることよりも。なんでそういうことを言うのかっていうと、クリエイターが報われる瞬間っていうのは徐々に報われていくんじゃなく、こうね、ある日突然だからです。パズルが完成した瞬間、その瞬間まるで世界が変わるような感じで一気に報われるんですよ。これね、絵だけじゃなくクリエイター全体として言えることなんだと思うんですが、クリエイターの世界っていうのは努力したら努力した分1いいねが10いいねになって、でもっと努力したら100いいねになって、そしてもっともっと努力したら1000いいねになるっていう階段を一段一段上がっていくような認められ方をするような世界じゃないんです。もうずーっとね1いいねとか身内だけの10いいねとかそのぐらいだったのに、パズルのピースを集めてそのピースがカチッとハマった瞬間にもうパーッとある日突然1万いいね取れちゃう。でもそれまでも全然見向きもしてくれなかったのに、もう出す作品反応が返ってくる。当然自分を取り巻く人たちの態度も一変する。もうねその日から世界が変わるんですよ。突然にクリエイターの世界って良くも悪くもそうなんです。極端に言えば1の次が1万の世界なのでね、よし次は10いいねだ、次は100いいねだなんてね細かいことを気にせずに、かけるさんがね心の底から面白いって思えることをまずは全力で楽しんで、そしてその楽しいを自分自身の作品に取り込めないか模索してみてください。もうパズルのピースをね思いっきりなるべくたくさんかき集めるんです。その一つ一つがねカチッカチッとハマった時、かけるさんの世界は一気に変わるはずだと思います。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回はね SNS に関するお悩みが多かったですね。今回のお話を聞いてみてまだちょっとしっくりこないな、もっと突っ込んで聞きたいなと思う方は、こちらの動画要注意、これを忘れるとあなたの表現は誰にも届きませんをご覧ください。さらに具体的に SNS で評価されるために必要なことを知っていただけると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。